終わりでしょこれ。よし、オッケー。完全にイエローもらうやつだと思ったけど、うん、許されて終了。終わりでしょ。オッケー、ナイス。はい、どうもよろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日のフルテンティーとやっていきたいと思います。ですね、今回はまあ、前回言ってた通りかな。まあ、リーグ戦、まあ、かなり変わってきたんで、うん、まあ、上位にしっかりつけてるというところで、まあ、今回はちょっとだいぶカットして、1位との差が、まあ、勝ち点3。残り1試合で詰めれるよっていうところまで行くか、うん。まあまあ、もし、この昇格、プレイオフ圏内から落ちることがあれば、まあ、ないと思いますけどね。そっちのパターンか、どっちかになるまで、ガンガンカットして、まあ、一気に今回のパートで飛ばしていこうかなと思います。それでは試合の方やっていきましょう。さあ、ということで一戦目やっていきます。いやー、まあ、どうだ、一戦目やっていきますとか言ってるけど、このシーンすら飛ばすかもしれないね、もうね。ゴールシーンのみぐらいの感じで、もしかも下手したら、うちのチームのゴールシーンのみみたいな感じになるかもしれないですね。まあ、ガンガン飛ばしてやっていきましょう。さあ、ちょっと怖いか？ちょっと怖いか？このシーン。にゃーと止めきれない。まずいね。さあ、いいよ。さあ、今度はこっちのチャンスになる。どうだ？ナイス、ほら。うん。さあ、ナイス、よく奪った。いいよ。さあ、グレーが上がっていく。さあ、いいパス通るかどうだ？さあ、鉄心通る。鉄心通って。さあ、さあ、前に、いけるか。いや、いいぞ、いいぞ、いけるぞ、これは。決められる。オッケー、ナイス。さあ、またグレイからいいパスが通る。さあ、いいよ。さあ、さあ、テッシー、ここは剥がせるか。剥がせるか。うん、よし、オッケー。いけるよ。いけるよ。オッケー、ナイス。うん、困るよ、そういうの。待って。そこ止めよう。よし、ナイス。え？どういうこと？なんで PK？ になりましたが、え、今のは、え？判定は PK となりましたが、確かにカードは出ていないようです。PK なのか、それ。うん。これは、なんとか、クラクソンに止めてほしいところ。厳しいよね。さあ、いつものショートコーナー。ショートでもないか？ショート？決死だ！オッケー、ナイス。さあ、まずいかやばいパスが通ってしまったぞ。どうする？にゃっ、これは無理です。さあ、まずいか。いや、追いつかれるのはきつい。追いつかれたくない。いいよ、ナイス。テッシーな、いや、やっぱテッシーなのよ。いや、うま、いいよ、いける、これ、自分で決めれる。もう、きれいです。さあ、もう、これで、よし、試合終了ですね。ナイス。オッケー、なんとか勝ちました。なんとか1点リードを守りきりましたね。さあ、次の試合やっていきましょう。うん。さあ、コーナーキックを防ぎたい。うん、待って。いや、うますぎる、それは。どこに出すとか、奥に出せるか。いやー、オッケー、いいよ、ナイス、いける、完璧です。しー、オッケー、ナイス。さあ、いやー、ナイス、よく止めて、ナイス。さあ、走れるか。いや、渡せるか、前。いや、どうだ、うん、いいよ、テッシー、打てるな、これ、よし、完璧、オッケー。さあ、まずいところにボールが通ってしまう。これは、止めたかったなー。いや、マジか、試合終了間際。これは終わってしまったかな。いやー、アディショナル残りな、なぁ、残ってないよね。うん。引き分けた、連勝がストップしました。さあ、三つ目やっていきましょう。まあ、引き分けたとは言っても最初に言ったね、下にも上にも行ってないので、まだ。うん。まあ、このままカット多めでやっていきたいと思います。うん。さあ、テッシー、いいよ。さあ、一人かわして。
二人かわしてシュート OK! ナイス!いやー、相手のコーナーが?いやー、怖いところに飛んでくる。OK! かっこ、あー、取られて。止めたい!これ止めたい!まずい!まずい!ナイス!あー!いやー、よく止めたけど、厳しいね。まずい。OK! ナイス!いいディフェンス。ナイス。しっかり取り返してから、さあ、前、出れるか。いや、これフィッシーでしょ。オッケー。で、シーラが、前にいて、一人、かわして、自分でいけるか?さあ、シュート。ヒー、完璧。さあ、ウサミ、いいよ。いいパス。ニコルス、前に出て、飛び出して、シュート決めていく。入ってた、今。はい、入ったよね。オッケー、ナイス。ナイス、オッケー。さあ、まずいか。いや、まだいける。いや、まずいわ。ま、ダメだ。止めて。マジか。まずい。パス取られた。よくないよ。それはよくないよ。これは、止められるか?止めてる。ナイス、高尾。ナイス、前に出した。さあ、これを、いや、まだ相手ボール。まずいか?これ、ナイス?さあ、残り時間はもう少ない。ここはしっかり止めなきゃいけない。まずい!いやー、アディショナルタイムも終わって、これで試合終了ですね。いやー、また引き分けた。きつい。さあ、ということで、次の試合もやっていきます。まだ、今のところ、まだ、昇格圏にいるし、なんか1位のチームも結構停滞してるんで、むしろどっちかというと1位に近づいてる可能性まである。まあ、やっていきます。うん。さあ、いいよ。さあ、テッシュから。さあ、一度後ろ戻そう。さあ、これを出して。さあ、いける!これは、渡して、ほらか、ウサミ、完璧、あー、レイ、決めていく、ナイス、オッケー、よかった。クロスを狙ってくるか。さあ、高尾、クロスを上げれそうだ。さあ、クロス。これを、ニコルスから、テッシー、オッケー、これオフサイドない?オッケー、ナイス。さあ、相手のコーナーですが、これは止めたい。ナイス ?OK。ただ相手ボールかな。これは、ちょっと怖い。止めれるか?止めてくれ?止め、マジか。さあ、ニコルスが上がった。いいよ。さあ、渡して。ホラーに返して。ホラーからテシーだ。ナイス。テッシーが本当にいい位置にいる。さあ、いいよ。さらに追加点いけるか、テッシー。ウサミが浮いてしまった、このボール。さあ、戻して。ウサミ!オッケー。ナイス。さあ、高尾から。さあ、前に出せる。いいよ。さらに追加点。あるのか?さあ、ウォラーが前で持った。さあ、これは決められる。オッケー。ホラーも決めて5点目。さあ、ウサミ、取れるか。よし、ナイス。いいよ。さあ、ウサミが前でいいディフェンスを見せて、そのまま自分で走って、無理か。というところで、時間切れですね。勝ちました。さあ、ということで、やっていきます。これね、どうしようか、カットするか迷うんだけどね、これ。ボルソール、今1位のチームです。で、ここに勝てば、なんかここちょっと最近調子悪くて、なんか、いい感じに得点、勝ち点差詰まってるんで、この試合勝てれば、今回の目標にしてた、勝ち点、首位まで残り3というところまで到達するんで、ちょっとこの試合を今回はちょっとメインでという感じで、今までのところは本当にかなりカットして、この試合ちょっと長めに撮りますか。いつもくらいの感じでやっていきましょう。ナイス!オッケー!喋ってる間に1点目入ってしまう。ナイス!さあ、現在首位のチーム相手に宇佐美がしっかりと決めていく。さあ、まずいか。相手のチャンスになる、これは。これはどうなる?よし、よく止めた。高尾さあ、ここは逆に一気に前に出て、いや、取られたくないよ。よし、オッケー。さあ、スコットに預けて、スコットから、ブルッ
人なんて読むんだっけ、なんか読み方ね、そういえばいつも読んでなかったからわかんないや。いやー、さあどうだこれ、惜しい、うん、さあ高い位置でスローインテッシが落としてフェイルかな、フェイルでいいと思うんだよな、この人はさっきなんか言おうとしてたけど、あーなんか宇佐美が止めた、宇佐美が止めてしまった、さあこれはもったいないが、さあフェイル、もう一度、さあもう一度からのニコルス、惜しい、あの距離からの、これ止めるのはキーパーがいいですね。うん。さすが今、首位チームのキーパー。いやー、結構悪くなかったけど。いやー、しっかり止めてきました。さあ、コモナーはいつも通りショートコーナーで行きましょう。コモナーからテッシに渡して、テッシ蹴れるか、さあ、スペースがある。ミスったね、ちょっと。ちょっと蹴るタイミングをミスりましたね、今、シュート。うん。狙いはわかるんですけど。ゴール前まで持ってきました。ここはタイス。ナイス。にゃー、追加。待って。危なー。それは。コースでしたね。止まって。普通に危なかった。途切れなければ面白いことになっていたと思います。セフト。もっとやばいぞ。いいパスが通ってしまうか、これ。これは。どうだ、止められるか。ナイスペース。ナイス。いいよ、ベイツだけど、ちょっと起き上がれてない。まずい、いや、止められるか、ナイス、ベイツ、よく止めてくれた、本当に。止めましたね、ナイスすぎる。うん。さあ、まずいか、相手の攻め。結構いい形で攻められちゃってる。まずい、ちょっと待って、その抜かれ方は良くない、危ない、そしてまだ危ない。さあ、止められるか、ここを止められるか、これはどうなる、相手のファウルかな、よし、助かった。うん。フリーキックでリスタートです。これで、前半終了かな、うん。さあ、よし、終わりですね。前半とりあえず勝った状態で。うん。さあ、後半やっていきましょう。うん。いやー、この試合はしっかりと勝って、まあ、今回の動画ラストにしたいよ、この試合で。いやー、待って、取らないで。さあ、宇佐美、いい形だ。いやー、でも相手の数が多いな。ちょっと崩すな。いや、いいよ、テッシ、あ、惜しい。コーナーかな、これ。よしよし。よしよし、コーナーはうちの得点チャンスだからね。さあ、ショートコーナーからのいつものテッシを見せてくれ。さあ、切り込んで。入ったそのままネットを揺らしました。おー、なんか運よくって感じかもしんないけど、ナイス、そういうことも起きるんだ。うん、これはちょっとスローで見ますか、さすがにこれは。さあ、これがディフェンスに当たった、ね、ディフェンスもそのハンドかな、これあの跳ね方ハンドじゃないとしないよね。だよね、ハンドだね、これ。うん、だからこれ、まあ、入ってなくても PK だったね。ナイス。うん。ま、いや、うん。ハンドないんだけどさ、この設定的にハンドはないんだけど、このゲーム今僕。どうしようかな。なんか来シーズンからハンドまたありにしようかな。今ので入ってなかったら腹立つもんな。さすがに別に。うん。ドリブルで果敢に攻め込みます。チャンスになりそうでしたが、ここで相手ナイス、ナイス、よく取った。さあ、いいディフェンスからグレイ。めちゃくちゃ走って。さあ、渡して。さらに、テッシに渡せるんじゃないか、これは。いいよ、テッシが。すごくいい形。これは、打てるか？ごめん、ちょっと、なんか考えすぎた。ここから狙うのか。うさび。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。いやー、待って、ちょっといい、いいパスが通っちゃうな、それは。ちょっと待って、頼む。いやー、まあ、これは仕方ない。僕がミスった感じもするな、なんか。うん。さあ、残り10分切ったところ、ウォラーサイドですね。ウォラーが、ちょっとこれは突破できない。一度後ろに戻して。もう一個後ろ戻そう。ちょっときついね。厳しいね。さあ、スコット前に出せるか、これ。いいよ。さあ、ニコルスから。これはテッシに届く。うわーって足早っ。待って。
いや、残り5分とちょっと。ここは一気にただ、これはそのまま行けば当てるけど、ここで点入れられるともったいないよ。チームが1点負けているとはいえ、しっかり潰そう。まだ追いつけると信じているんでしょう。オッケーオッケーオッケー。残り時間が、少しずつ、減っていく。うちの勝利に向けて、ちょっと、いや、待って！いらんこと言ってたら、危ないよ！いやー、危ないよ、ほんとにもう。ただ、これはもう残り3分。まあ、選手交代していきますか。うん。まあ、ちょっとだけですけど。まあ、なるべく元気のある選手に。うん。知ってもらいましょう、最後は。さあ、ラスト2分。このコーナーキック防いで。で、ナイスナイスですし。うん。オッケーオッケー。残り1分とアディショナル。ここも最後の最後まで気を抜かずに。防ぎ切れば勝ちだから。ただ、なかなかうちのボールにできない。相手のボールが続く。これはまずいか？いや、大丈夫。これ取れる。ナイス、高尾。オッケー。これ前に出して勝ちでしょ。うん。ナイスナイスナイス。オッケー、テッシュ。いいね。しっかりと後ろに戻して。ボールをさあ、残り1分。これはもう勝てる。ジャックが前に出す。さあ、弾いて。これはちょっと最後のスキルに怖いけど。オッケー。終了です。アウェイチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。結果的には1点差での新勝となりましたね。さあ、ということで、まあね、うちは無敗を維持ということで、ミヤ無敗を維持ということでね、うん。無敗を維持、まあ2回引き分けしちゃったけど、うん、順位的にはしっかりと上がって、あと、ウォルソール、さっき倒したウォルソールですね。まあ、首位のウォルソールとの、勝ち点差が3と。ただ次、向こうが負けて、うちが勝つっていうことが起きたら、もうそこで一気に順位が入れ替わるんで、まあ1位にね、一気に出れるということで、うん。まあ次からまたね、普通にね、試合やっていこうかなと思います。今回結構ね、5試合ぐらい、うん、一気にサクッとやってきましたが、うん。まあ、そんな感じで今回はおしまいにしようと思います。それでは、またお疲れ様でした。またね、バイバーイ。